クロードは伊予の国に行き着いた。今はの苦しみが形を成したような世界だ。この地で定めが変わる。ここで伊予を止めねば、対馬に死の風が吹きさぶであろう。我を死に至らしめたのは対馬だ。クロードよ、これが我の国。武士が守ろうとする者どもに落とされた地だ。かつて我は力ある巫女であった。だが対馬を滑る連中が我を妬み、密かに葬ろうと企て、クロードの目に留まる。いかなる狙いで置かれているのだろうか。行く手は遮られている。クロードは鍵を探した。敵の体を貫いた。先へと続く道が目の前に広がる。何故我らが殺されたか分かるか。大風で照ら